んーとも山田です。いや今日またなんか色違い追加になりましたね。最近さ、あの新しいポケモンの実装、レイドの変更、色違いの追加、あとなんかカラナクシがちょっとの時間だけ出てきたりとかさ、予期せぬ動きが多すぎませんかとね、びっくりしてます。毎朝起きるとなんか起きてる。ポケモン GO すごいですね。飽きさせなさすぎすごいですね。はい、ということでですね、今日からですね、新しくなんとパウワウの色違いが、追加になったんですね。ということでですね、まあパウワウと追加プラスアルファですね、今日からの大発見の、こう変更がですね、あったんですけども、それと連動して他にもいろんなことが来ましたので、今日来た内容ちょっとね、いろいろとまとめていこうと思います。はい、まずお話ししたパウワウなんですが、こちらがですね、最初海外の方でですね、パウワウの色違いの発見報告が、まあ、ツイッターで上がってきまして、なんじゃこれと思って、はい、リバーサルですよね。彼がちょっとつぶやいてて、普通にこの画像なんじゃと思って、俺も、これはまさかの発見来たのかと思ったら、日本国内でもですね、パウワウの色違いが、ゲットできてきたよというような報告が上がってきていました。でこれはですね、例えば もちろんレイドとかではなくてですね、野生でのゲット、はい、の報告ございます。なので皆様ですね、パウワウいたらゲットしてくださいと言いたいんですが、今日この動画を撮ってる段階だと、まあ、地面タイプがですね、はい、めちゃめちゃ大量発言、出現している状況なんですよね。なので野生とかではちょっと取りにくいかなということで、パウワウの色違い狙いたい方はですね、一旦今回のこの地面タイプのイベントが終わるまで、まあ明日ですよね、明日には終わりますので、この後にですね、巣に行くのがいいのかなと、まあもしくは近くに巣行くのでも全然いいとは思いますけどね。そしてですね、今日から来た、大発見の入れ替え、まあちょっと前から動画でお話ししていたんですけれども、レジ系とかですね、あと3件、はい、エンテイ、ライコウ、スイクン、そしてレジロック、レジスチル、レジアイス、これらが、出てこなくなった代わりにですね、ラティ兄弟、ラティアス、ラティオスが出てくるようになりました。今大発見の中身ですよね、大発見報酬は4匹だけになりましたね。ルギア、ホウオウ、ラティアス、ラティオス、はい、でございます。で、こいつら全員色違いが実装されていますよね。ということで、それぞれの色違いを持っていない方からすると、この大発見、まあ、可能性は非常に低いんですが、まあ、狙える可能性ね、あるので、まあ、しっかりとね、やっていきましょう。でですね、これちょっと僕昨日ツイッターでもお話ししてて、動画でも今までも何度もお話ししてるんですけども、最近始められた方とかね、ちょっと間抜けてた方は知らないよってこと結構あると思うのでお話しするんですけども、大発見の報酬入れ替えがありますよっていうのも、まあ、公式さんがね言うじゃないですか。今のやつが終わったら次はこいつらですみたいな、いう風にお話するんですけど、これの切り替えタイミングがですね、日付変更、だと思っている方がちょっと一定数ねいらっしゃいまして、てかまあ僕も昔ねちょっと勘違い、仕掛けてたことがあって、で基本的に朝5時です。日本国内でプレイしている方はですね、朝の5時以降に大発見報酬の箱を開けるようにしてください。これはですね、7日間のスタンプが押された段階ではまだ中身の抽選および開けた判定になっていません。それはまだ大丈夫なんで、まあ、そこで止めておきましょう。もしくはその朝5時の段階で7個目のタスクですよ、7日目タスクを開けるっていう風にしていれば安全なので、はい。で、これ例えばですね、大発見の箱1回開けますよね。で開けた後にじゃあ例えばなんか出てきちゃったと、じゃあ昨日のその日付またいだ直後に開いて、じゃあ例えば何でもいいや、じゃあスイ君が出たと、スイ君が出ちゃったけれども、じゃあこのスイ君とのゲットってそこでやらなくても逃げればもう一回できますよね。これ逃げたらもう一回いけんじゃないかというふうに思われる方いらっしゃるんですが、これも、できないんですね。一回開けてしまうとその日にちその時間に開けた判定になってしまうので、これ日付またいでリセットってことは起きえません。そしてですね、この大発見の入れ替えとともにですね、タスクの報酬の中身っていうのが毎回結構変わるんですね。ということで今日もまたいろいろ変わりました。でこれによってですね、ちょっとしんどいなと、うわこれマジかっていうような内容もあるんですね。少し説明させてください。はい、それでは本日から確認が取れるタスクの中身見ていきましょうという記事の一番上に、はい、デカデカと、さっき言っていた残念なお知らせ書いてありますね。そうなんです、ラプラスが入手できるタスクがですねあったんですよ。結構簡単なやつですね。ジムで5回バトルに勝つ、これを達成することによってラプラスが出てくるっていうタスクがありました。でラプラス皆様ご存知の通り色違いがね、追加になっています。なので、このラプラス結構タスクですよね、5回バトルタスクを、めっちゃ集めてた方いらっしゃると思うんですが、これの中身が変わってしまいました。何になったかというとですね、ベトベタになっちゃったんですね。はい、今このタスク拾って消化しようとしてもベトベタです。はい、まあ、ベトベタ
方欲しいっていう方はね、もちろんやってもいいと思うんですが、ラプラス狙いの方は何でもやねんと、まあ、なっちゃいますよね。はい、ただこちら注意していただきたいのはですね、タスクを拾った段階ですよね。拾った段階ではこの中身っていうのは設定されているんですね。だから例えばですね、これ下に書いてあるんですけど、5月1日までに拾ったタスクは捨てない。はい、昨日ですよ、まあ、今日この動画撮ってるのは5月の2日なんですけれども、2日以降のこのジムで5回バトルに勝つのタスクですよね。まあ、また次の何か入れ替えが来るまでの期間っていうのはベトベターなんですが、その前に取得しているそのタスクに関してはラプラスのままとのことでした。そしてですね、今回のタスクの入れ替わりで一体何が出てくるのか、5月の新タスクまとまっておりますので見ていきましょう。はい、ポケモンを捕まえるときに7の実を5個使う、これで丸ノームが出てきます。丸ノームかーというね、感じかもしれません。そして水タイプのポケモン5匹捕まえるで、パウワウハウ、このハウハウハウはい、パウワウもですね、今日から色違い実装になりましたので、これはいいかななんて思いました。ただ地面タイプが多いので、このタスク自体をこなしにくいっていうデメリットありますよね。あの海沿い、川沿い、そういったところに行って、あえて水が多いポケモン、水タイプのポケモンが多く出る場所に行かないと、ちょっとこなしにくいかもしれませんね。続きまして、ジムで5回バトルに勝つがベトベタ。はい、さっき言ってたやつですね。はい、ただあのベトベタは確か色違いが実装されているので、まあそれ狙いで頑張るっていうのも全然ありかなと思います。続きまして、ギフトを10個送るでアローラなし。はい、次がポケモン1匹進化でポッポ。はい、はい、続きましてポケモン3匹送るで影坊主。これ結構いいですね。あの影坊主なかなかあの野生で多く出現しないけど、その送るっていうことは何のポケモンでもいいわけですからね。博士に送るの3匹結構条件簡単だと思います。続きまして闇ラミ、レベル2以上のレードで1回勝つ。はい、続きましてガーディがですね、草水炎いずれかのタイプのポケモンを7匹捕まえる。これもちょいムズかな。まあ雨とかでね、あの雨ブーストとかで水とか、そういうのがあったらゲットできるのかなと思いますけども、ガーディの色違い欲しい方結構いらっしゃいますよね。はい、続きまして不安定が、ポケモンを交換すると、出てくるみたいです。ポケモン交換するのタスクを1回こう、消化すると不安定。はい、黄色いの欲しいね。あれほんと可愛いよね。めっちゃ欲しいわあれ。はい、続きまして相棒と歩いて5個飴をもらうで怠けろ。ナイススローを5回投げるで石粒て、こちらも色違い実装済みです。卵を1個返すバネブー。はい、これも色違いましたね。ポケモン10匹捕まえるでヒメグマ。ポケモンを捕まえるときに木の実5個を使うで打つドン。ポケモンを捕まえるときにパイルの実を10個使うドゴーム。続きまして地面タイプのポケモン10匹捕まえるでディグダ。はい、ディグダ山ほど出てるんで、この期間中、まあもうすぐ終わっちゃいますけどね、あの行動が出てる頃にはもう今日もういっかポケモンみたいな感じになってる方もいらっしゃると思うんですけども、このディグダをいっぱい捕まえると、まさかのまたディグダがタスクでも出るよってことですね。あとは電気の丸毒いずれかのタイプのポケモン3匹捕まえるでマイナン。飛行エスパー悪いずれかのポケモン5匹捕まえる。なんかこれ何かのタイプをいずれかを捕まえる系のタスクすげえ今回多いね。はい、今回これはポチエナですね。あと格闘5匹で気のがっさ、ジムバトル1回幕の下、道具進化がエアームド、レイドバトル1回朝南電気ノーマル毒3匹でプラスすると、いうことみたいです。まあ全部をね覚える必要はないと思うんですが、覚えておいた方がいいのは、さっき言った通りベトベターがすでに変わっちゃっているよっていう内容ですね。ベトベターになっちゃったとラプラスがね、これは覚えておいていいんじゃないかな。あとはまあ水タイプのポケモン5匹、この辺がまあちょっと一旦実装、されたての色違いに関しては需要が高いので覚えておいてもいいかもしれません。はい、ということで、まあ、今日から新しく来たね、内容についてお話しさせていただきました。でもなんか最近マジ新情報早すぎてペースがさ、なんかあの、1個2個前の動画で喋ってて、もうなんか俺の中で一旦話し終わったけれども、それについてまだ全然プレイしたいよ、みたいな要素結構あるんですね。何よりも、ユクシーですよ、ユクシー。はい。あの、ユクシー野生での出現がね、見られたと。で、そうだ、ヨーロッパと、あと、北アメリカですよね。あの辺で残りのね、アグノムエムリットも出てきてくれてると。でそれぞれやっぱ野生なんですけど、やっぱ確率低いですね。全然ゲットできてない人らばっかりです。もう基本的には全然ですね。まあ、あの日本国内のここでユクシーゲットできたよっていうねやつとかね、コメント欄とかに書き込んでいただけるとね、ちょっと嬉しいですね。はい、ユクシー、やーげー、野生でゲットしたいな、普通にな。そう、ユクシーが来た日にカラナクシもいたじゃないですか。で、これも僕ゲットできてないんで、あの日ね、結構やっちゃってるんですよ。で、カラナクシ完全に出てないですね、あの後ね。あれ、やっぱなんかやっちゃったんじゃないの？なんかデータミスった説なんじゃないかなって。
ってめちゃめちゃ思ってるんですけど、まあいいんです、はい、いずれ正式にね実装されるとか正式に発表されるのを待とうかなと思っております。はい、はい、ですね、ちょっとさっき撮ってた時に話し忘れた内容が一つありました。はい、ちょっとあの時間入って今撮り直してるんですけども、ですね、今日からですね、まだ大発見のタスクの入れ替えとともにパッチール、はい、これの中身も変わりました。柄がですね、基本的にまあ何か一回やるとちょっとずつ変わっていくパッチールなんですけども、今回4番のパッチールが本日からゲットできるようになりました。いつも通りですね、カーブ、グレーと5連続かな、はい、のタスクで、これがゲットできますので、ぜひ皆様、こちらのタスクしっかりと回収してきてください。一応自分でそれ取っとかないと後々後悔するっていう可能性が非常に高いので、パッチールのタスク、まあ他のね、例えばあのタスクこなしたいやつがあったりするかもしれませんが、皆様やっておきましょう。ただですね、まあ1ヶ月ぐらいは多分ずっと出てると思いますので、その間にしっかりと、獲得しておいてください。はい、ということで今回この辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。